わ、何か買うの？すごい。あれ？夕方だからさ、街が夕方仕様になってる。いや、品取りを確認しておこうと思って。そうだな。回復ポーションくらい補充しといた方がいいかもしれない。あ、私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。ポーションの在庫は、あれ？ん？どうした？そんなに少なかったのか？やだ、何これ、どういうこと？え？76層に来た時にバグったアイテムをだいぶ捨てたから。そういうことじゃないの。そうじゃなくて、キリトくんなんだね。はい、ステータス画面を開いて私のステータスを確認してみてくれる？ああ、一体何を捨てるんだろう。見た？え？見たけど、もう私とのリンクはない。アステナのステータス画面へのリンクがどこにもない。なんで見られないんだ。夫婦ならお互いのステータスが見られるはずなのに。やっぱりキリト君もそうなんだ。おう、じゃあストレージも見てみて。これはまさかストレージホラー映画みたいな。なんかもうこっちもアスナとのアイテムの共有が切れてる。私もなの。キリト君のステータスが見られなくなってて、アイテムの共有も切れてる。まさかとは思うけど、キリト君私と離婚した。キリトさん、お前まさか。いや、ない、絶対ない。間違ってもするもんか。でも現に今結婚状態になってないわけだし。これお前商店街でやり広げる繰り広げる会話じゃねえぞ。話が重すぎてやべえ。キリト君、これってどういうこと？これは迫られてもおかしくない。いやでもこれ多分バグなんだよな。でもこれは早急に調べてみる必要があるな。いや、後でクラインにでも、なんでクライン？ちょっと待ってなんでクラインなの？なんかよくわかんないけどクラインに聞くことになりました。と、返信が来たぜキリト。俺の知り合いを当たった限りでは今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。ん？ということはシステム的に結婚というもの自体が省かれてる？でも女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけでそもそも希少価値だもんね。そうだよな。しかも大概キリトが買い占めてるからね。その上今76層に上がってきてるやつなんて間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。恋愛に興味ないってか？まあ私は間違えてきちゃったけどね。どうやって間違えたんだろうね。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。間違いない。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。全くその通りです。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリのじよ。なんか企みのある言い方だな。けど困ったな。これで調査の手がかりがなくなったことになる。ねえ、その結婚解除って本当なの？キリトって今フリーなわけ？なんかちょっと展開が変わってきたぞ。フリーがあるフリーであるがゆえに、みんな元気になってね。ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。全然フリーじゃないですから。でもシステム的にはそうなっちゃっているんでしょ？リース、お前やめとけ。アスナマジで泣くぞ。そうだけど私もキリト君も離婚なんてした覚えないし。76層に来た時にいろいろデータがバグってただろ。その時に一緒に捨てちゃったなわけねえよな。きっとあの影響で結婚に関するデータがおかしくなったんじゃないかな。まあそれが一番考えられる理由だよね。よくわからないけどどちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？これはないね。可能性はあるけど、あるの？実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？一方的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うとアイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし、ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか。お前天才だなクライン天才だ。試してないと思う。ああ、もうやってた。さすがキリトさん、抜かりないっす。それも今回の結婚解除が単なる手違いによるものじゃないかと思う一つの理由。ああ、そっか、また結婚できないからか。それって他の相手には結婚の申し込みができるんでしょうか。シリカと試しましょうかね。これは怖いけどな。他の相手、それは試していなかったな。やってみるかキリト。ダメ、他の子に結婚の申し込みなんて絶対ダメ。キリトがもしも他の人と結婚したらどうなるのかそんな動画になってしまいますね、これね。できるかどうか試してみるだけだから。いや、そういう問題じゃないんだけどな。いや、わかるよ。お互いの気持ちすげえわかる。それでもダメなの。アスナはもうリアル視点。キリトはゲーム視点。じゃあ、あんたが他の男性プレイヤーに結婚を申し込んでみれば？うわ、やだ。いや、気持ちやクラインとか。やだ、絶対。エギルもう、他の男性プレイヤー？お待ちしてます。まあ、たまにはな。そういう場面作ってやらないとな、クラインもな。ダメだ、危険すぎる。私もそう思うわいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。スクリーンショットパシャッつって。とにかく俺が申し込むよ。うわー、何これ、かわいい。うわー、心が痛い。さてと、誰に申し込もう。ちょっと待って、これギャルゲだったら選択肢出るくらいで。おお、出るじゃん。やべ、どうしようくっそテンション上がってる俺うわあ、待てよ。リズ、シリカ、シノンかな。ちょっと待って、シノン言っていい？リズとかシリカは反応がね、ちょっとわかるんですよ。リーファに関しては、まあそれもわかるけど、妹だし、ユイに関してはもうね、娘の設定だからさ。シノンどう？しかも、シノン好きな人結構いるよね。まあ、俺のリスナーさんの中では結構いて。よし、選びます。シノン、頼めるか？別にいいけど。じゃあ行くぞ。システムメッセージが出たわ。普通の反応ですねなるほど。やっぱりアスナ以外の相手になら正常に申し込みができるってことか。じゃあ次はメッセージの下に出ているノーを押してくれ。分かったわ。これで手が滑って。まだ操作に慣れてないのよね。マジかよあやーべえ、いい展開だ。冗談よ、ちゃんと断ったわ。おいしいの冷や汗が半端ねえ。心臓に悪いよ。これでアスナ以外なら正常に結婚の申し込みができることが分かったな。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。これリーズとかもやってみてえな。ま、もう一回来なきゃいけないの？ここ無理だよね。相当時間かかるよね。そうだな。結婚を解除されたのは残念だけど、システム上のものだからあまり気にしないようにし。いやー、どうなのこれ。うん、分かってる。気にしても仕方ないもんね。いや、そうだけどさ。とはいえ気にならないはずがないよな。早めになんとかしないと。優しいなキリトな。これはとんでもねえイベント来てしまったなアスナと一緒にエギルの店にいるユイに相談しに行こうっていうのがね、あれね。これはまた違うイベントなのかな。結婚イベントかな。まあ、一応続けて撮りますけど、違うイベントだったらカットで区切っておきますんで、ね、見てくれた方ありがとうございます。そして、他のキャラクター選びたかったね。シリカとかの反応見たかったな。よし、とりあえず行こう。あ、ユイだ。これね。そうだ。あ、同じだ。アスナとの結婚解除の件、ユイに聞いてみるか。ユイ、聞きたいことがあるんだが。はい、分かってます。ママとの結婚状態を復帰させる方法ですね。ユイちゃん、もしかして何か知っているの？以前参照したデータから関係ありそうな情報を拾い上げただけなので、完全な情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。さすがだな。パパとママが困っている時は、私も力になりたいですから。今、2人が結婚したという値は、システムの不具合が起きた時に壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の2人が行うクエストで、最後まで進行させることができれば2人の絆を表す値が書き換えられるんです。なるほど。壊れた値を新しい値に上書きすれば元の状態に戻せるかもしれないな。です。パパとママの現在の状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。なんだよ、わからないところでもあったか？そうじゃなくて、値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが、なんつうの、軽々しいというか、なんつうの、そういう感じだよね。大丈夫ですよ。パパとママが結婚状態じゃなくても2人がラブラブなのは変わりません。ゆいちゃんマジ天使だな。ゆいそうだよね。ゆいちゃんありがとう。どうする？試してみるか、そのクエスト。当然。やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。面白そう。なんでまた出てくんだよ、リズ。聞いてたのか？ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。そうだね、なんか絆どうこう言ってたからね。結婚してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？そうですね、クエストを受けるのに特に制限はなかったと思いますよ。ならさ、私ともやってみようよ、キリト。リズってちょいちょいやべえ発言ばっか。アスナを敵に回すぞ、そのうち。何をいきなり。ずるいですよリズさん、私も一緒に行きますから。やべ、こんなにモテてえな俺も人生で1回ぐらいこんなことなってみてえわ。ちょっとゆいちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。それでゆい、その儀式ってのはどうすれば受けれるんだ？それが詳しいことは私にもよくわからないんです。そうなんだ。今までの解消のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。一つだけ、77層以上でもらえるついになる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。ついになる指輪、ペアで身につけるものなんでしょうか？とりあえず上の階層を目指すしかないわね。ですね、情報は足で探すものです。もうリズ、シリカちゃん、とにかくそのクエストやってみようか。いろいろとありがとなユイ。これから先は俺たちで手がかりを探してみるよ。はい、私も応援しています。パパ、ママ。まあ要するにペアリング探せっつうことだな。で次はアスナの気を任せるため、紛らわせるために一緒に迷宮を攻略しようと。まだイベントちょっと続くみたいだね。でも時間的に一旦区切っておきましょうかね。またアスナのイベントやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっと階層が足りないかもしれないけどね。まあ足りるかな。まあやれるとこまでやりようかね。おおちょっと待てなんちゅうことしてねはい、ということで、美味しいね、シーンも取れたことなので、本当に滑舌が返ってこないな。どうしようかな。ちょっと気合い入れ直しますわ。ということで、次回もよろしく。バイバイ。